ナンバーアンダーライン愛の交流に隠された衝撃の真実。平野翔の成功と滝沢社長の手腕が暴く驚愕の実態とはナンバーアンダーライン愛の大成功は滝沢の手腕今年の元日デジタルで g o トをリリース。YouTube では3日間で1000万回再生を達成し、YouTube ミュージックビデオ部門で世界一となる劇的なデビューを果たしたのだ。 4月14日には、世界最大級の音楽フェス、コーチェラにも登場し、直後には、ゴートがアメリカの iTunes における総合チャートで10位、ヒップホップチャートで3位にチャートイン。早々と念願の海外進出の階段を登り出したように見える。とにもかくにも滝沢の手腕。ナンバーアンダーライン愛。 は NHK や民放テレビ局の音楽番組にもどんどん出演し、今月12日のミュージックステーションでは古巣の先輩であるトゥエンティエスセンチュリーとも共演トークを果たしている。スマップから新しい地図の3人が独立した時には到底考えられなかった事態ですよ。さらに、消化外報道で旧ジャニーズタレントが交番したマクドナルドの CM に、 ナンバーアンダーラインアイが出演することが発表されました。中でも平野翔の売れっぷりは飛び抜けていて、ルイ・ヴィトンとのパートナーシップ契約や、イブ・サン・ローラン・ボーテのアジアアンバサダーのポジションもゲットした。平野が身につけたヴィトンの新作はファンが買い求め、あっという間に品切れになっています。すでにファンの多かった元ジャニをさらにブラッシュアップしてデビューさせる滝沢プランは、 大成功と言っていい同然。戸部所属のタレント全員が登場したイベントで。ところが一方。古い芸能関係者がちょっとゾッとしたトコボス自体も。3月14日から17日までの4日間、東京ドームで連日開催されたのが、トゥーヒーローズ戸部ファーストスーパーライブ。飛べ所属のタレント全員が登場する一大イベントで、 延べ22万人もの集客を達成した。IMP や北山、三宅、そしてナンバーアンダーラインアイなどが壮大な仕掛けのある舞台に次々と登場し、客席からは悲鳴の連続でした。中盤、後輩ちゃん。カモーンと呼びかけられて登場したのが、タッキーが手掛けるウィンクファーストの5人。ウイオドリジさというのか、 衣装やヘアスタイルの選び方もジャニーズジュニアっぽく、やっぱりタッキーだなぁと思った観客の一人。昨年から滝沢社長が手掛けていた新人発掘オーディション。選ばれた者たちは戸部研修生として無料でレッスンを重ねていた。そして東京ドームの初日となった3月14日。公式サイトで結成が発表されたウィンクファースト。 の写真は業界にざわめきを起こしたのだ。11歳、13歳の幼い少年たちの姿に賛否両論。青と白を基調にした衣装を着て、11歳から13歳の少年たちだと言うけれど、とにかく幼く従順に見える。これまで報じられてきたジャニー氏の性加害問題における数多くの少年たちの被害を連想しなかった人は少ないと思う。 もちろん滝沢がジャニーズムの暗部を踏襲しているというわけではなく、新たなアイドルのデビューに向けての一段階に過ぎないわけですが、世間に染み付いたイメージというのは頑強なものだとしみじみ感じましたね。映像プロデューサー。2018年9月。滝沢が表舞台を引退し裏方に徹すると発表した際、珍しくリリースされたジャニー北川氏のコメントにはこうあった。 今般、滝沢秀明がタレントとしての経験と知識を活かし、ジャニーズ JR たちの育成で、ジャニーさんを手伝いたいと言ってくれたとき、私は驚きとともに嬉しくて涙がこぼれそうでした。このような決断をしてくれた滝沢には、心より感謝しています。中略。私の頼もしい後継者たちが今後も切磋琢磨して皆様が求めるエンターテイメントを、 お届けするために頑張ってくれることに期待しています。トベのイベントを見て感じた大きな違い。第二の父のごとくジャニー氏を主体支持し、その生き方すら変えた滝沢にとって、経験値となっている新人育成の方法は、旧ジャニーズスタイルによるところが大きい。ジャニーズムが受縛となっているのではと勝手な心配もしました。が、 トベのイベントを見て大きな違いを感じたこともあった。バックダンサーに女性がいて、ナンバーアンダーラインアイフラとダンスをしてたんです。これは旧ジャニーズでは、ほぼ見られなかった光景です。トベのオーディションの募集要項に男女の記載はなく、実際に女子がチャレンジに来ていたとも聞いています。いずれ発表される研修生グループに、 女の子がいる可能性は十分にありますよ。全室映像プロデューサー。その時に改めて独自性がクリアに発揮されるのだろう。6月には東京有明アリーナで半月近く飛べの IMP。北山博光ナンバーアンダーライン I。三宅県が計14公演を行う予定となっている。サプライズの発表があるかもしれない。 英語圏でもフィットするネーミングじゃなきゃダメというのが滝沢社長の条件でした。あっちでは見られなかった世界を必ず見せるからと。そう話すのは、タッキーこと滝沢秀明率いるトベの関係者だ。滝沢社長のもとに辞めジャニーが続々と集合。自らジャニーズアイドルとして、タッキーよくで活躍し、NHK 大河ドラマ。 ヨシツネ2005では主役を張るほどの俳優でもあった滝沢。だが、2018年いっぱいをもって芸能活動からは身を引き、事務所内で更新の育成に専念していた。その後ジャニーズ事務所、当時の副社長、ジャニーズアイランド、同の社長まで務めたが、2022年10月で全て退任。 昨年3月21日に自らが代表取締役社長を務める株式会社トベの設立を発表した。やめじゃにが続々と滝沢の元に集まりました。まず三宅県、元、キングプリンスの平野省と神宮寺優太、遅れて騎士雄太、IMPA シートルズとして活動していた7人組に大東立木、元、 キスマイ FT2 の北山博光。すでにお客さんを掴んでいる元ジャニーズのメンバーたちのまるで受け皿のようでした。問題は、元キンプリの3人のグループ名だった。IMPA c ートルズは、ジャニーズ時代 CD デビュー前だったので、IMP。というグループ名、ある種マイナーチェンジで済みました。が、問題は、 元キンプリの3人のグループ名だったんです。当然。熱心に続く話し合いの中出てきたのが、冒頭の滝沢社長の言葉だったという。キンプリは6人組として活動を開始し、2018年に CD デビューしました。小ジャニー北川氏自らが最後に手がけたグループで、海外でも活躍させるとの野望があった。 ところが2019年にジャニー氏が亡くなり、2023年には生前の聖火害報道の波が押し寄せた。結局、多くのファンがついた金プリは分裂し、3人は滝沢のもとへ。長瀬連と高橋海人は、旧ジャニーズに残り2人で、キングプリンスを続けるという歪な状態となったわけです。戸辺に移籍した3人は、 このままでは夢だった海外進出は果たせないという思いが強かった。後からデビューしたトラビスジャパンがベイキャピトルレコーズと契約し2022年にメジャーデビューを果たしたことへの開墾の念も強かった。それをよく知っている滝沢は旧ジャニーズでは成し遂げられなかったことを俺がやると。世界の景色を見せてやる。 そのためにグループ名も徹底的に考えようとなったわけです。海外メディアで扱いやすく、発音しやすくスラングにならないものをと同然。そして生まれたのがナンバーアンダーラインアイだった。